写真拡大。阪神は10日、最下位ヤクルト戦、甲子園に延長10回、4対5と競り負け、NPB3 球団目の通算5000敗を喫した。また、自力でのクライマックスシリーズ、CS 進出の可能性が消滅した。一戦必勝の心構えで臨んだ矢野洋大監督、50は先発秋山を3回4失点で早々と見切り、島本、岩崎にそれぞれ2イニングを任せるなど救援陣をフル回転させた。しかし延長10回、ドリスが勝ち越し点を許し、そのまま終了。あと1本が出ない打線も問題だが、ドリスはこういうところで投げさせてもらっている以上、自分の責任と敗因を背負った。前日9日に自身2度目の海外 FA 権を取得した守護神の藤川は9回に登場し、こちらは無失点。どっちが点を取るか厳しい戦いだった。ファイティングポーズは崩さず、やることは変わらないと頼もしいところを見せたが、敗戦では報われない。3位広島と 4.5 ゲーム差に広がり、矢野監督はやっぱり点を取るところで取れないとこういう試合になるよねと力なく話した。